はい、バイナリーオプションスペシャリスト社の販売予想です。で、まあ、100億、200億、まあ、最大ね、30兆円ぐらいはまず稼ごうとは思うんですけど、日本のね、孫さんとか、長者は楽に越せるようにね、頑張ろうと思ってますけど、世界の億万長者も越そうと思います。世界のね、億万長者も、アマゾンさんですかね。ね。そこら辺でね、アマゾンさんの、いいですね。僕はパソコンの発明者なんだけど、一番のね。ビジコングループっていう会社の最高創設者でね、まあ、ありますけれども、大きい会社、大会社の名誉会長ですけどね。まあ、世界一の億万長者をまず抜かそう、抜かそう、ね。ということでね、投資でね、だいぶいろいろコンピューターでインジケーター作ってね、分析しましたけれども、こそ、世界一の億万長者こそ、こそというふうにね、意欲を持って頑張っておりますね、皆様方ね。そこら辺ね、ぜひ分かってもらいたい。で、精密な頭と神経が必要なんで、普通の人の頭だと、がいるだけでも邪魔になっちゃうんで、申し訳ないですね、仕事でね。悪口じゃなくて、とても大変なんですね。純潔というか、精度を上げないといけないですね。ミネラルウォーターでも、1リットル1万5000のミネラルウォーター、油田で、精度のいいね、体の体調作りが必要なんで、いつもね。お酒も1週に1回、1回、1回もの飲めないね。辛い仕事で頑張りますからね。とにかくきついですね。普通どころじゃないですね。1ヶ月に1回も飲めないんですから。ね。せいぜい1ヶ月にビール1本ぐらいでしょう。アルコールのね。ノンビールにしましょう。ね。仮にね。ということで、何もアルコール1年中飲めないかもしれない。飲んじゃあもうノンアルコールでいきましょう。ね。僕も買ったんで、頑張りましょう。世界一億万長者一番を頑張ってこそー、頑張ってます。販売は先生ね。絶対こすぞー、ね。10倍ぐらいこすぞー、ね。頑張っております。そんなことでね、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売王先生です。2017年は世界第2位でした。その力能力を使ってさらに、頑張っていこうと思ってますね。世界一の億万長者破ろうね。ということでね、頑張って稼ぐ仕事も24時間やってますし、睡眠時間は8時間以上取るのが大事なんですけどね、それを取ってます。若い時からそうです。日本の大会社ね、いくつも大手会社勤めてましたけれどね、完全に自分の独立というふうなことでね、やってきておりますから、頑張ってね、投資でまず100億円投資を始めようと思います。100億円投資ね。で、稼ぐということですね。まず、月30億円は稼がないとね、埒が明かないと。月の稼ぎですね。
まあ 70% ぐらい税金取られるけどもね、年間ね、まあいいんじゃないかなと思いますよ。で、まあ皆様方も本当にね、制度がいるんで、1リットル1万5000円のミネラルウォーター飲まないと生きていけないほどになっちゃってますから、すごく制度が必要なんですね。これは分かっていただきたい。もう人間誰でも関わるともう動きが悪くなっちゃうんですね。全然違うんですよ、制度が。でちょっと間違ったらもうダメですからね。本当にね、私半間岩先生が頑張ってますけど、限界でね、もう死にかかってるほど頭を使ってます。頭というかね、間違いがないようにですね、投資でね、ドルとか円とか変化でね、微妙な動きするんですよね。そんなもん簡単に分かるもんじゃないんですね、これね。もう本当に敏感がないとダメだし、あとね、社会に動かされちゃいけませんからね。と到底仕事を敏感に動けませんから、それからね、剥ぎ取らないといけないですね、人間たちとね。全く接触なく、つるんつるんにしとかないと、ね、負荷が入んない、少しも入んない、考えでも入んない。ね、ただちゃんと対処、一般的な対処のね、税務署関係とかね、セキュリティとかね、いろいろ作っていかないと いけないわけですからね。仕事は多いわけですね。まあそんなことで、半間岩先生の今度の投資方法ね、考えついた戦略方法で頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。時間あるかな、まだ。日本ですね。ありがとうございます。よろしくどうぞ。